こは一体あれこの変な笑い声は隊長いやここいやヒラどうしたどうしたちょっとヒラ俺だよ藤だよえ言葉が通じないおかしくなっちゃったえそしてあれキヨあーもうダメだえキヨあーもうダメだなあだ何がダメダメ何がダメなもんはダメよダメよねダメ何それあなたダメよ あなたダメよねなんだダメかなこの部屋に何かあるんだなもういっかあナイトメアもうなあこれがあーこの人おかしくしてんだなるほどじゃあこれをあノーマルがある普通にノーマルモードチェンジはいみんなキラいやあ、戻った久しぶりよかったキヨいやあれなんかちょっと爽やかどうだいあれこんなだったっけ調子はどうだいあれこいつのノーマル気持ち悪いハードがあるさあ、頑張ってこキヨハードなのかみんな頑張ってこハードオンオーケーオーケーだうわー鬱陶しい鬱陶しいダメださいさいさいこの動き見てくださいよナイトメアナイトメアあ、戻っちゃった、戻っちゃった。ダメだ。戻っちゃった、戻っちゃった。あ、ダメだ。もうハードゲーでいいや、ハードゲー。あ、今。オッケーもういいよ。ヒーラーここ一体何なの？今回はね、うん、このフラグメントというワールドを冒険しようと思います。あ、ワールドは違うんだ。そうそう、もうね、うん、ワールド全部決まってんの。え、もう出来上がってんの？そう、ブロック壊せないでしょ、ほら。確かに。そう、本当だ。何も壊せねえ。RPG なんだね。すげえ世界だな。え、今回はこのワールドだけなんだよね、きっと。そうそうそう。狭いね。え、先輩、マジで？これで何するの？いやこれで何する？この世界だけじゃねえから。もうなんか難易度選択するだけの部屋だから。あ、そうなんだ。そうそう。みんなほらノーマルハードナイトメアやったんだよ。あ、さっきそれだったんだ。ナイトメアだ。そうそうそう。このラギの横のこれは開けていいの？開けていいよ。開けて開けて。開けます。この中には。あ、来た！何これ？ゲームルール。はい。読んでみてください。読んでいい？うん。はい。読んでみてください。はい。詳細時間あーこのワールドの説明なんだ必須設定あはい開始した次の人がさ次の人が来るからさ、ね、うん、オッケーオッケーその世界のあらすじ聞くあ、何君が語り部なのいいよ、いいよなんでお前急に案内人みたいな役やってるのこれで出てこないのこの設定で話出てくるね、出てくるから多分説明してくれると思うあじゃあ行こうよじゃあ行こうよ いかいいよ、お前の説明いらねえ説明しなかったなだって今日はさ、国王とかさ、うん、スリーとかじゃないんでしょそうだよ、今回みんなイーブン、フラットイーブンフラットかだからあんまでかいことすんなよ、今回は格差社会じゃないんだな分かったか？おぉリリリよし軽い聞いてねあ、ナイト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 あ、ナイトはい大丈夫ナイトメアにしとくいや、バカ無理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 ノーマルにしようノーマルにしようノーマルえ、イージーないんだないんだなイージー作ろっか作るクリエイティブモードにしようクリエイターやめろやめろ壊れるからえ、ダメこっちは何こっち、あ、それゲームスタートあ、これがスタートあ、じゃあそれ押したら始まるねおぉじゃあ3人で押そうよいいよせーのでいいよじゃあスタートバカせーのじゃねえだろえ、何初めましてぞって何個えそして神々の神の世界プリトデネクへようこそ俺も私の名前ははいヒラ…ちょっとお前さ読んでんだから所持犬巻きすんなごめんごめん、なんか入ってるかないえ、今は自己紹介をしている時間も惜しい無礼だと思いますが、本題だけ説明いたしますこの世界は800年ほど前に
創生と邪神による戦争がありました、はいはい、10年間続いた戦争の結果創生神と邪神も全て折れてしまいましたですが、うん、戦争から800年後の夢となってなぜか邪神たちの残した兵器フラグメントが動き出したのです。創生神の過去がない今フラグメントたちが動き出せばこの世界の人間は瞬く間に滅びてしまうあなたにはフラグメントたちを封印しお前がこれ確認するなこの世界に再び平和を取り戻してほしいのです。クソ俺もしたいけど俺一回確認しちゃったからななぜ自分がそんなことをしなければならないのかですってもっともな疑問ですね。そうだね。ではあなたにも分かりやすいように理由を教えて差し上げましょう。あなたはすでにこの世界に来てしまったのです。え、それが理由？そしてあなたを元の世界に戻せるのは私だけです。こんな理由では不十分でしょうか。あれ一気に変わったからださて、そろそろ時間もなくなってきましたね出た出た出た。それでは行きなさい。あなたの行く先に幸多からんことを。え、いや、なにこれ幸って捕まってね。これ沖の囚人、お前に会うためにわざわざ公爵閣下がいらしている。え、俺らないようにするんだぞ。すげえ、ストーリーがすごい。ほらほら、やめないか。はい、ちょっとここは おいやめろ。お前、ま、真面目なところでなですが、閣下、やつは危険だ。閣下を守るのが我々の使命です。彼を見るのだ。彼を見るのだ。なんか、お前のイメージついちゃった。もうお前の感じだよ。猫も味みたいじゃん。どうもな野獣。違う意味の野獣なんだよ。それよりも君はこの監獄の門を見張っていてほしい。その方がわしの安全を確保できるとは思わんかい。あ、ちゃんと動いてる。おっしゃる通り。それでは私はこれにて失礼です。これがなんか兵士なんだろうね。そうそう。だね。ですが何か問題があればすぐに私をお呼びください。あ、頼んだよ。一気に吹けたな。おー、すごい。いったいったいった。いったいった。こっからどうなんだ。ってるね。さて、本題に入ろうか。はい。ちょっといいから出してください。君がこの世界の人間ではないことは分かっている。うん、この世界の人間じゃないんだ。まあ、そしてこの世界を動かすほどの強大な力を持っている。そこで君にはある仕事を頼みたいのだ。お、なんですか。ほう。何？フラグメントを破壊することが、だと？やはりわしが見た夢は真実だったのか。ここの人たちよう喋んな。分かっているのであれば。めっちゃ喋んな。話が早い。おう、今すぐに君を解放してあげよう。わしは普段町の奥にある宮殿にいる。何か用があれば暗かった。尋ねてくれくれ。あ、おお、おお、あれ、あれ、お前ら茶色くね？あれ、みんな装備してるよ。本当だ。うん。しかもエメラルド持ってる。え、剣にパン。パン。うわあ、すげえ、もう持ってる。まあ、すっごい。いきなりフル装備。これは何をすればいいんですか？どうすればいいんでしょうかね。何すればいいの？さっきのあのおっさんはなんか宮殿にいるって言ってたけど。切れないよ、切れないよ。切れないよ、切れないよ、やめなさい。会話はできるよ、会話。あ、会話できるの？世界観大事に。ほんとだ。最近そこかしこで邪神の遺産が見つかってるらしい。私は創世神も邪神も信じてなかったからびっくりだね。うるせえ。で、やめとけ。こっちは？入ろう、入ろう。あ、これ武器屋っぽい。まさに武器屋じゃん。そうだ。武器屋だね。おお、お、なんかあんのか。あ、エメラルド持ってこれあれだ。最初のなんか所持金みたいな。お金お金。あ、所持金がエメラルドなんだ。この世界のお金だよね。贅沢だね。盾があったらいいなぐらいだもん。盾あるかな。いや、あるある。最後にあるかな。あるある、最後にあるわこれ。あったわ。8エメラルド消費。20個あるぞ。うわー。奮発しちゃう？しちゃうかなー。でももったいないなー。まあ年末だしいいんじゃない？いいかなー。年末だし、まだちょっと気早いぞ。買います。上がっちゃったいいな、いいな、いいな。僕も買っちゃおう。あれだ、いいな。これ絶対必要だよね。いや、敵と戦うなら絶対必要だよね。そうそう。あ、なんかすげえ一周半しながら、またキラキラしてるよ。本当だ。それエメラルド捨てちゃった。捨てたの？残りの12個分。何してんの？村人が、あ、センキューってもらっちゃった。そういうことか。持ってかれちゃった。なんでお前だけナイトメアモードでやる？自分で。あれ？なんかこの人。はい。目隠されてるよ。あ、そういうプレイだよ。マジで？ほんとだ。そうな。そうな。そうな。ゾナ？そうな。おはぎご用かい。やべやべ、こいつやべ、こいつやべ。こいつやべよ。やばいやばい。あまり触れちゃいけねえやつ。本屋か。なんか買う？読書する？本いるの？料理の極意。料理できんの？魔術の極意。魔術の極意？え？プリトネクロ歴史、まあ歴史はまあいいかも。
魔術とか使えるってことなのかな。あ、何魔法使えるのこれ。そうじゃない多分。買っちゃえよじゃあ。いや俺はいいわ。じゃあ魔法使いっぽいし。あ、ヒロ。ラヒ。いやお前お前。ラヒ。お前が一応。ラヒのエメラルド俺のところにある。え？俺24個もあるもん。返してくれよ。お前黙ってる。やべえ。返せ返せ。やべ。返せ。返してくれよ。本当に取れ。まぐ散らされてる。よしよし、回収じゃ回収しよう。全然進まねえよ。これあげるよ、これも。はい、オッケー、はい、ありがとう。助かったわ。もう、国王でもなんでもねえから、なんて呼べばいいんだ、こいつ。こいつ、なんなの？また隊長に戻んの？隊長はもういいじゃん。いいよね。使っちゃったね。国王もいいじゃん。班長？班長？リーダー？探索班とここ。なんか、王冠うるせえそうなんだよな。なんだろうな。ここだね。ここか！お！いたいた！あれ？あ、ここっぽい。ラトロンド公爵。ラトロンド公爵？すべてのフラグメント倒せば私を助けてくれ。君のことは期待しているよ。俺が王だ。じゃあ今日帰ろっか。やろ？やろやろ？帰ろうよ、家に。行こうよ。宿やねえかな、宿や。家に帰ろう。俺はよそもんだから。かぶられてんの？どこ行けばいいの？ねえ。こっち外出たらなんかあんじゃん。寝る場所欲しい。出れないでしょ。あ、出れないのこれ。出れない。出れない。出れない。真っ黒。ここまだ入ってなくない？これパン屋これ。パン屋っぽいね。パン屋にしてはでけえな。ここ宿屋っぽい？もしかしたら。宿屋？宿屋？あれすげえ。上も行ける。キヨキヨ何これ？何？古代の地下墓地。え？魔女の隠れ家。屍の森。ちょっとキヨ降りろ。俺のポールダンス見ないよ。俺のポールダンス。嬉しくないわ。あ、これさ、クエスト的なやつなのかな？単純に。はいはい。屍の森で押したら世界に行くんじゃない？そう。じゃあで、なんかいろいろクリアしていったらここ出てくるんじゃない？そっか、解放されるんだ。ああ。え、じゃあ古代の地下墓地と屍の森解放されてるけど、どっちがいい？屍が好きかな、俺は。わかった。わかった、じゃあ屍の。屍の森行きます。オッケー。屍の森。あれ行かないよ。あれ？びっくりした！びっくりした！なんで？え、なになになに？あれ？あ、俺今入ったのこれ？え？なにこれ？あ、さっきのあのゲート入ったよ、俺。おー、ちょ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 っとさ、あ、もうごめんごめん。もう今実況モードじゃなかったよ。ごめんね。探索モードに入ってたよ。なにここ？え？あ、これ屍の森じゃない？だって森だもん。ほんとだ！これ屍の森じゃない？何のこと言うなよ。ボタンを押してから入るシステムなんじゃない？つまり。あ、そういうことね。で、あ、ここから出れるのかな、もしかしたら。そう、多分そうだ、そうだ。これ行ったら戻っちゃうんだ。オッケー、システム理解したわ。あ、で、ここ宿屋がある。うわ、すげえ！すごっ！あ、これ一回出た方がいいんじゃん、じゃあ。いや、寝れないんだな、これ。あ、そう見るだけ。じゃあ、俺寝るわ、おやすみ。おい、寝るんだよ。え、行くじゃん。行ってみよう、屍の森、レッツゴー。なんか敵いるんだよね、きっと。いるよね。あ、いた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 ！化け物め！化け物、化け物さえ！死神！皆殺しじゃ！ここでもアウトよっしゃやめよ。うさぎ！あ、敵いる！敵だ！敵いる！あ、敵だ！おおおお！行けお前ら！いや、怖い怖い怖い！行け行け！行け！ほら、ちょっとやめて！くらえ！ほら！ほら！あ、屍だから、スケルトン。そういうこと？でも普通ゾンビじゃん。オッケー。なんかアイテム手に入れてない？あ、手に入れてる。お金増えたわ。コップンだ。行け行けお前ら、さあ耐えられたぞ。結構多いな。さあ、あ、来た、死ぬ、あ、死んだじゃん。殉職、殉職だ。本当に死んだ。お前ら何してあれ本当に、あ、あ、俺幽霊になってる。幽霊になっちゃった。死んだ。あ、元に戻った。帰ってきた。すげえ。すごいな。もう一回行こうぜ。いいよ。もう一回行こうぜ。ポジティブだけどさ。テーマパークみたい。ちょっとマジでクリアできる気がしなかったんだけど。行くぞ。おお。進めー。そういえば剣振るときはタイミングよくね、押すといいよ。なんか横切りになる。ジャンプ切り。ジャンプ切り。ジャンプ切りもいいよ。そう。やべえ。もう半分じゃないか。オッケー、オッケー。それはちょっと。回復。怖いやめて。来るな。来るな、化け物。よし、俺が盾役やるぜ。オッケー。頼むわ、盾役。よし、盾だぜ。お前は盾だ。いて。いる、ここにいる。あ、じゃあ、はい。はい、はい、はい。ほら、はい。後ろ行ってる。この敵なんだよ。オッケー。はい、はい、はい、はい。行こう、二人で。オッケー。ここ曲がり角いるよ。オッケー。
じゃあ今度俺が盾やる。オッケー。これ弓矢も欲しいね、そう考えると。そうだね。魔法とかも来たよ。オッケー。いっぱいいるよ。うわ、めっちゃいる。これやばいな。ここやばいな。基本固まった方がいいんじゃないかな。そうだね、これ味方同士の戦い合いがないから。ゴミクズちゃん行ってくださいよ。なんだこっちもあるのか。洞窟と森が続いてるね。どっち行く？洞窟？お宝ありそう。ゴミクズが決めていいよ。知ってな、お前ら。もうやめろ、その言い方。あるね、抜け道的な感じなのかな。かな？なんかある、ゴミクズ。なんもないよ。ゴミ、どう？これ面白い。面白いね。あ、来た来た。あれ、うわ、やべえな。一回角だな、角切るっす。誰か基本発装備して助けてどこじゃ。どこだ。死んでねえだな、問題ねえな。殺されるあと、矢跳ね返す。あ、そう、嘘、死んだお。死んだお。死んだお。どこの国の人だ。クソ、カメラ役かよ。死ぬ。あ、頑張っとる。はい、死ぬ死ぬ死ぬ。頑張っとります。頑張れ、キヨ。キヨ、頑張れ。キヨどこ。矢で頑張れ、負けるな、キヨ。キヨ、危ない危ない。死ぬな、ゴミ。階段がある、階段がある。階段？うん。どうやる？あ、本当ある、ある。さあ、走っていけるか。いけるか、頑張れ、頑張れ、頑張れ。だいぶギリギリなんだけど。あー、やめろ。生き残ったか、ゴミ。ゴミの生き様見ててくれよ。頑張れ、ゴミ。行け、上がれ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 。上がったー、上がったー。はい、しかもクリア。あ、あれもこれゴールじゃない？門だ。ほら、門があるもん。本当だ。は、入ってんじゃん。オッケー。で、俺らという犠牲を。うん、あっ、これは侵入者発見。あ、言われた。ボスじゃない？新たな罠をためさせてもらう。あ、まだ俺ら幽霊だ。幽霊だ。ごめんね。ごめん、幽霊です。よし。私の居場所がわかるか。わかんねえ。あなたの守護霊ですもんね。どこにいんだよ。頑張ってください。味方にいるぞ。ここにいますからね。俺もここにいるよ。ここにいるよ。気持ち悪い。おお、つけるな。やるな。あ、いるいるよ。なんか緑の。何こいつ、すげえ怖い。すごい。ありがてえけど、ちょっと待ってね。なんだこいつ。なんだこれ。ゲリラかな。ゲリラスケルトン。魔術と魔術と罠の混合技を見るがいい。いよ。こいつの1対1なのかな。本当だ。頑張れ。頑張れ頑張れ。よしよしよし。見せてやれ。見せてやれ。いいよ。マジしかよしよし。見たか、うちのゴミを。だからこれだよ、うちのゴミは。ほなんか嬉しく。あ、いる、まだ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 いる。マジか。力が強いんだ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。倒すのか。いいよ。おお。ああ。きついね。コップンどうするの？コップン？あの、なんか酒場の裏手に回収する機会がある。何？あと鉱石とかあったら焼けっかな。何が起きるのこれ。余ったコップがたくさんくれたらお礼もします。ここに入れるってこと。ポンと、はい。お、コップが溜まってるんじゃないか。みそぼらしい人間くん、ありがとうね。え、これで俺様の美しさを際立てる薬が作れるぜ。そうそう、お礼だったらな。何これの、うん、美しい俺様から醜悪なる人間の贈り物だ。え、ありがたく受け取る。俺らが入れたコップンで、お前最後にお仕事するんじゃねえぞ。おい、あばよ。え、ブレズーロの盾。おい、かっこいい。すげえ。それじゃあバイバーイ。え、みんなもらってないの。あ、待って、俺とヒラが入れたコップンも合わせてお前それだぞ。そうだな。え、なになに。なになに。かっこいいそれ。いやいやいや、効果がね、うん、鏡でできた盾だって。え、なんか弾かすんじゃない。ブレズーロの芯。はいはいはい。え、でもいいじゃん、使えるよね。
矢とか跳ね返せんじゃん。うわ、見てこれ。あ、かっこいい。こいつ。こいつ見して。立って。え？はい。おい。うかっこいい。本当に鏡だ。おっと。見せて見せて。あ、本当だ。かっこいい。うい。うい、かっこいいじゃん。ほら、鏡で髪セットしてよ。やべえ、かっこいい俺が映ってる。うい、髪セットしよう。うい。オッケー。なんだこれじゃん。でも俺思ったんだけどさ、はい、あいつらと戦わないで走ってあそこまで行くっていうのはないの？あーでも後ろからポンポン撃たれちゃうぜ。撃たれちゃうかな。生きていられるかな。どうしようかね。でも一人が行けばいいんじゃないの、あそこの世界って。あーなるほど。 あっちまで、ね、ワンチャン行けるかもしれないな。ごめんごめん、もったいない、死んじゃうわ。 お腹減ったりするから、ほらね、そうやって言って俺突っ走っちゃった。ほらねほらねほらね、バカ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 。あの一個気づいたんだけど、あの盾弱っ。俺、あのゼルダの伝説のナビみたいなことやるから。ナビ録音して、録音して。あ、ここ角っちょで攻めた方がいい。危ないから。レッスンレッスンレッスン懐かしいな。役に立ってねえから。弱点言え、弱点。何言ってんの弱点は、どこだろうね。一緒に考えようか。よし、行くぞ。じゃ、こっからはもう出していくぞ。決めてるよ。行くぞ、行くぞ、行け。お前だけ行け。はよ、行け。はよ。あ、藤が行ってる、藤が行ってる。あと、止まれ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 。タッチダウン。よしよし。タッチダウンだ。オッケー。俺が耐え続ける。頑張れ、みんな。行ってねー。俺が。さあ、走って。走る、走る、走る。さあ、さあ、行くぞ。トライ。トライするか。トライ。決まったー。トライ。今日のエンディングです。で、どっかに行くんだ。ボスだぞ。カメラ任せなさい。オッケー。ちょ見てきてよ。監視しといて。ナビ。リスン。敵が上から落ちてきたよ。嘘。2体いるよ。どこにいた。マジかよ。そうなんだ。うわあ、危ない。波動の術。これが魔術か。そうだ。どこだ。出てこい。気をつけろ。罠が仕掛けられてる可能性がちょっと。罠を踏んだりしちゃダメってことかな。あ、本当だ。若干なんかあるわ。あ、そう。プーンって感じの。あ、本当だ。プーンって感じのある。うん。あー、不思議。おー、危ない、危ない。ふう、耐え切ったぜ。かっかっかっ。OK に。あー。あー。ちょっと。俺もナビするな。あー、もう終わる。終わったよ。うわー。すっごー。なんか現実だった。あー。うわー。マジか。頑張れ、キヨ。いいぞ。頑張れ、キヨ。キヨのペースだ。キヨのペースだ。キヨのペースよ。あ、死ぬ。あ、死ぬ。死ぬ。影に隠れる。やばい。わー。あー。これダメじゃない？だから女にモテねえんだよ。そういう敵じゃねえよ。あ、そう、まあ、いいよ。さこか。そう、あいつ火の矢を撃てるんだよ。いや、近くに火があるから。あ、倒した。おー、倒した、倒した、倒した、すげえ、あったー、うぃー、やったー、すごい、倒しました。やったー、おめでとう。男の勲章、ありがとうございます。全然見えないけど。よかった。いやー、ほんとありがとう。いやー、いいね。めっちゃむずい。めっちゃむずいね。手応えパネー。手応えパネー。でも3回4回やってれば、うん、確かにね、覚えてやる感じだね。冒険って感じするわ。どうした？勝利の矢だ。イエーイ。かっこいい。あれ？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 勝利の矢が刺さってる。あれ？勝利の矢が。結界が。結界。あれ？結界に刺さってる。どういうことだ？え？これでアート？何この、トゥルーマンズショーみたいな展開。僕が今まで見てた空は全部偽物だったの。